はい、生配信ライブお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、今回のね、生配信ライブのそのコントの2本目やばかったな。嬉しいっすね。ヤドカリのやつちょっと名作やね、ほんまに思った。あ、嬉しいです。嬉しいっすね。すいません、申し訳ないです。お前何してんだよ、おい。あれ、大事な会議は言うてやろ今日。すいません、無断で2時間も遅刻するなんてありえんやろ普通。すいません、社会人としてありえへんねん、そんな。申し訳ないです。何しとったんや。何しとったんや言うてんねん。ペットが死んでしまって、ちょっとペット死んでしまって気が動転して、すいません。災難があったわけやな。まあ普段真面目なお前が無断で2時間も遅刻する言うから、なんか理由あるんや思ったけど、まあまあな。普通やったらお前こんな言及されてもおかしないんやで。はい。まあでも俺もペット飼ってるものとしては気持ちはわからんでもない。今回だけ目つむったろ。ありがとうございます。すいません、もう泣くな。だからなやつペットつってどれぐらいか取ったんやそれ。15年ほど。まあまあ15年生きたらペットとしても、ああよう生きれた言うて喜んでんちゃうんか。ヤドカリにしては長く生きた方だ。ヤドカリってあんまそんなに長く生きないので。はい。ヤドカリ、ヤドカリ買ってんのか。ヤドカリ買ってたよな。はい。まあどうなんやろな。まあヤドカリやったら、まあ元気かもな。どうなんやろ、分からん、ごめん、よう分からんねんけど、どうだよな。まあ分からん、変なこと言ってるかもしれんけど、言及はなしって。どうだろうな。いや、まあ、そのてっきり犬猫や思ったからな。犬猫でこうや思ってたから、朝起きたら動かなくなってしまってて、ね、犬猫やったら悲しいな。犬猫やったら悲しい。まあ、なんやろな、ヤドカリってな、こう普段からこう生きてるのか死んでるのか分からへんみたいな、ごめんな、なんか変なこと言ってるかもしれん、変なこと言ってるかもしれんけどな、こう生き物に優劣はないんやけど、まあヤドカリかっていうのもこうな、なんかあるな。どうだやろ、すごく最後は寂しそうな顔してて、犬猫やったらな、分かるわそういう表情みたいなんな。どうだろう、ヤドカリってあんのかな、表情とか。分からん、俺飼ったことないから。どうだろう、あかんこと言ってんのかもしれんねんけど、ヤドカリかっていうのかな、どうしてもこう、ごめんな、俺も分かってやりたいけどな、ヤドカリ飼ってない上司やから、もう二度と出会えへんと思ったら、犬猫やったらな、その気持ちなるよな。犬猫やったら、ただヤドカリやったらこうまた飼いに行ったらええかみたいな、これなんかやばいこと言ってるかも。でもなんかちょっとヤドカリやったらまた飼いに行ったらええかみたいなのがちょっとあるかもな。他にこうなんかペット飼ってたりするの、他もいる、カニが3匹とエビが5匹でカエル4匹とヤドカリ7匹です。ほな元気かな、ちょっとどうだろう、その数いたらいいみたいなことじゃないねんけど、なんかまだ7匹いんだよみたいな、ヤドカリやったらあるかも、ちょっとだけ。どうなんやろ、これおかしいこと言ってるか、おかしいこと言ってるかも俺が。どうだよ、でも世間一般で見たらどっちなんやろな、ヤドカリってなってるかも。ごめん、俺が悪いかもしれない。
午後なんですけど、今日の午後の半休取らせてもらってもいいですか。え、半休なんで。サワガニが体調が悪くて。サワガニやったら残業かな。久々にね、俺嫁にこういうネタやりよってんっていうのでめっちゃ言うてもうたもんな。それほんまにおもろい時のやつですね。ほんまにおもろい時言うてまうやん。だから、はい、感動伝えたくなるやつっていう。小畑がさ、あのサラリーマンの上司 で柴田遅れてきよってさ、でお前元気やぞって言われて、ほんなもう泣き出しよって、あのペット死んでしまったんですって。ほんでもう小畑も犬飼ってるからもう気持ちわかるって言って、宿借りでってなって、でも宿借りでっていう俺もおかしいなみたいな小畑ので、俺ほんま嫁に言うと思ったけど俺な、で、はい、お前らね、あれね、俺思ったんですよ。あのネタがすごく俺の中で入り込んでしまって、やっぱね、宿借り会ってなってからの、はい、宿借りでも、はい、大切やしない命っていくやんか。そうですね、はい、優しいっていうかね。他にもカニ飼ってるしってなって、カニ飼ってる、うん、ほんなお前元気やって言うけど、でもヤドカニの命大切やしっていう。あっこはもうね、名作入ったなって俺は思ったわ、ほんま。もう上司もね、その分かってやりたいけど分かってやられへんみたいな葛藤がずっとあるというか。でそこに泣いてくるやんか、その小畑、はい、柴田が泣いてきて、はい、もうお互いキャラ言うてことちゃうねんけど、かぶせ合ってもうガーンってなって、はい、俺ほんまに俺あれはマジでタレントの代表作になって、ちょっとほんま賞レース行くぐらいのネタやと思うで。あれがおもろいわ。いやだってほんまに、あの別に俺タレントが一緒に YouTube やってるからではなくて、はい、久々に俺言うてもうたもんな、このネタおもろかった。めっちゃ嬉しいな。あのほんまネタをもそのな、柴田書いてネタ思うけど、その小畑の切り返しっていうか、そのあっこうか、あれがだからな、逆にできへん。そうです、僕もあれはああしてって言ってなくて、小畑が生み出してくれたこのスタンスというか。あ、そう、あれあれな、あの普通のツッコミはやったら無理やわ。そう、なんかあの感じ、うん、とぼけで宿借りかい、ほな休むなって終わらせちゃいそうじゃないですか。終わらせちゃいそうなんですけど、そこの間の葛藤をね、こう描くというか。そう、あれ演技力めちゃくちゃいるで。ねえ、なんか最近コントやってて、なんかあの切り返しにちょっとハマってもうてるというか、うんうんうん、その前のやつで引っ越しの手伝いで骨折れてるやつがすごい怠慢な態度取るやつあったんですけど、うんうんうん、あれも近い切り返しというか、うん、そのまあ骨折れてるからしゃあないねんけど、なんかその態度どうなんやろ、言いたいけど言ってもうたけど、これ俺もどうなんやろ、ちっちゃいんかなみたいな、なんか自分を振り返りながら、うん、っていうかまあ柴田と生きてたらそうなってくるんですよ、どんどん。なんか柴田に言いたいことあんねんけど、まあこれどうなの、自分もな 言える立場なんかなとか、なんかいろいろ考えるようになってきて、それがそのままコントになんか乗ってる感じしますね。いや、あのねツッコミね、ほんまね、できるツッコミの人、まあ俺は当然でけへんわ、悪いけど、俺はあれで、俺はあのツッコミ容赦、ほんまにうまい、ほんまに嬉しいっすね。なんか人間的なんね、優しさというか、もうなんか乗るというか、なんなんすかね。いや、あれのツッコミは腕いると思うよ。だからあれを台本というか、まあ渡されてもうまくできる人って俺は結構、まあいてるのはいてんかもしれんけど、難しいと思うよ。そうっすね、多分だから、あれは難しい。柴田に台本でそうやってって言われたら僕も難しかったかもしれないですけど、あー、なるほど。柴田がこうボケてきた時にほんまにナチュラルに僕がそう思えたんで、たまたまできてるだけかもしれないですね。そうか、だから俺も、はい、あれを台本で出されたらツッコミの人間とかだったら、ね、もう俺できへんって、むずいですね。あれはもともとやっぱ小畑が本人的に持ってるもんやから。そうですね、考えてやろうと思ったら無理ですね。あれでも他のツッコミが小畑のツッコミ見たときに脅威に感じると思うよ。いや嬉しい、そこまで言ったら嬉しいですね。あれはめちゃくちゃ思ったもん。あれはやっぱね、できへんわ。めっちゃ難しい、うん。小畑ってギャガーでパワー系でありながら、ああいう、なんて言ったらいいんですかね、もう技巧派のツッコミというか、コントの中の演技の中のツッコミもするって、ちょっと怖いですよね、なんか。いや、ちょっと俺はね、うん、ほんまにね、だからね、ちょっとビビったね。あのネタに関しては。だから俺思った、もうお前らにちょっとその
コントのことに対して口を挟まんとこってあれ見て思った。もう挟んでください。俺はもうちょっとそのなんかね、俺が挟む領域じゃなくなったっていう感じしたね。この八木さんのこれがあるからやめられへんみたいなのありますよ俺ら。生配信もう自信みなぎってくるんですよ八木さんに言われたら。いやだから俺な、前も言ってたけど、ちゃうねんって、年齢いったら多分今後できへんかもしれんから、今お前らの年齢が生み出すもう最高のタイミングで、今世間では認可されてへんけど、はい、お前名作を今生み出してんのよ、恐ろしいペースで。じゃもうここ出さんとっていうね。だから20年後にタレンチが振り返った時に、はい、あれ見た時にこうなると思うで、嘘やろって。生配信2週間のやつで黄金ネタ2つ作ってたやみたいな。でもこんなおもろいネタ作ってんねやってなるんかもしれないですね。 NSC に来てくれる講師の方もマジで口揃えて言うのは、今のうちにネタ作れって絶対言うんすよ。いやそうやろ、いやそうやろな、はい、絶対この若いうちにネタ作ったからそれが後で絶対財産になるからっていうのみんな言うはるんですよ、うん、いやそれ八木さんの考えもあるんかもしれないですね、同じような。いやほんまもう怖いもん、あのクオリティのやつを、もうだからなんていうの、3分の1にやばいやつ2つ入ってたみたいな、うん、当たり多いみたいなね。だって俺が知ってるだけでタレンチのキラー4本あるもんな。だから4本か、だから今回の宿狩りと三重県のやつ、八木さんが言ったしゃっくり三重県、うん、で受験生のやつ、ステーキのやつ、ああステーキのやつ、はい、はい、この4本はもうマジでキラーやと思ってんだよほんま。嬉しいな、ほんまに。俺はなんか20代のうちにキラーを10本ぐらい作っといて目標としたら最強やろね、はい、であとやっぱり、あ、まあ、当然4月に向けてその落ちたがんからキラーコント作っていくのと、やっぱ俺タレンチの今ウィークポイントは漫才やと思うね、そういう意味では。